僕は幸恵とコンビを組んだもののすぐ男女の関係になってしまい解散した。それから僕は芸人を辞めて漫画家へと転向したのだ。はい、お疲れ様です。はい。ああ、ほんまですか。え、僕の4コマ漫画掲載してもらえるんですか。うわー、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、初めてなんで。はい、いや1個だけでも十分ですよ。はい、ありがとうございます。はい、あの反応デカオのやつですか。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。やっとや、芸人辞めて漫画家転向してやっとやっと連載される。でも反応デカオか。ちょっと待ってよ、反応デカオはどれやったかな。とこれか。僕の名前は反応デカオ。はい、久しぶり、でかい。反応でかいからね。で、これあれ、どこかで会いましたっけ、覚えてねーっていう、ね、で、こちら、はいはい、夢の中で怖えーっていうね。これ大丈夫かおい、滑ってない、これいいんかな。よう、これ採用されたな、これ。え、はい、もしもし。はい、あー、はいはい。あ、夢落ちはさすがにきつい。そうですよね。はい、私も思ってました。夢落ちはさすがにないなと思ってたんで。はい、あ、でも絵は気に入ってもらってるんですよね。はい、あ、じゃあ内容だけ変えて。あ、わかりました。じゃあ、 早急に内容差し替えて送りますんで。はい、それで対応よろしくお願いします。はい、すいません、失礼します。そらな、そら夢落ちは赤い。それもう芸人1年目で先輩に言われたもんな、やっぱりな。夢落ちは赤い。じゃあこれ、こうし、これでいけるか。よし、これで。はい、もしもし。はい、どうでした。はい、あ、ちょっと、はい、僕が送って、はい、これですね。はい、はい、こちら、僕の名前は反応デカオ。はい、こちら、お久しぶり、ビクッっていうね。まさか、もしかして、もしかして、こちら、ダンディ坂野さんからの、こちら、いいえ、パンティ高野です。どうですか、これ。え、ほんまに誰。そうですよね。いや、僕も架空の存在なんで、パンティ高野さんは僕も知らないですけど、これはおもんない。 あ、そうですよね、おもんないか。そうか、どうしましょう。あ、使うんやったらもうちょっとなんか旬の人使ってくれと。旬の人、いや、ダンディさんに申し訳ないな、それは。なんか旬な人ね。はい、わかりました。じゃあちょっと、はい、それで対応します。はい、すいません、失礼します。難しいな、旬な人か。よし、これでいけるか。よし、これで送ろう。はい、もしもし。はい、どうでした。はい、はい、僕が送ったやつ。はい、それです。はい、これです。はい、いきますよ。はい、はい、僕の名前は高畑優太。あ、この時点でダメですか。いや、結構似てると思ったんですけどね。はい、そうです。ね、二世タレントの、高畑敦子さんの息子さんですよね。この後敦子さんも出てきますよ、こちらの声。これ、はいね、ゆうたっていうのはお母さん。ね、でその後こちらですよ。はい、そっくりすぎて鏡かと思ったよってね。すげえ似てますからね。でその後オチがこちら、実はあなたは私の子じゃないの、嘘っていうね。これありえないじゃないですか。だってあんだけ似てんのに、あんなもんね、顔あんだけ似てんのに自分の息子じゃないわけないのに。あ、すいません、笑ってる俺だけですね、すいません。はい、あ、ダメですか、結構厳しいですね。あ、そうですか。じゃあどうしましょうかね。旬の人って結構難しいんですよね。あ、そんなことよりも、あ、ホラー漫画の後に入ってるんですか。おー、ホラー漫画の後に4コマ漫画が入るから、ちょっとホラー要素があってもいいかもと。あ、わかりました。じゃあちょっとこれで行ってみます。はい、すいません、ちょっと考えます。すいません、失礼します。ほらな、ほら、やっぱりこれでか。
よし、これでいいでしょ。はい、もしもし。はい、どうでした？見ていただきました？はい、こちらホラーっぽかったと思いますけどね、こちら。はい、僕の名前は反応デカオ。はい、ね、私綺麗ビクッ、ね、でこの後、はい、マスクをつけていても綺麗ですね。これあの定番の流れですよね。そっからのこちら、マスクを取ってもかい、ギャー口が裂けてるとか言いながらめっちゃタイプ。あ、過去の栄光にすがり好き。そうです、はい、これ M1 の時にちょっとやったやつです。はい、はい、やっぱやばいですか。あ、そうですか、すみません。はい、めっちゃ怒りますやん、それに関して。はい、すみません、ちょっともうちょっと考えてみます。はい、すみません。はい、すみません。はい、すみません、失礼します。ええやん、それぐらい。ちょっとなんか昔のさ、 M1 時代のさ、おもろかったやつやってもええやん、別に。オチで決まったやん、あれ。ゲーとか言いながらめっちゃタイプ、めっちゃタイプ、こうやった、こうやった。ちょっと構ったのに、どうしよう。はい、もしもし。はい、え、紙面の都合上2コマになった、そんなことあるんすか。え、4コマ、え、どういうことですか。4コマですよね。え、その2コマが別でなんか使われるんですか。え、2コマですか。いや、やります、やりますけど、はい、頑張ります。はい、すいません。はい、すいません、失礼します。え、2コマ、2コマってどうしたらいい。思い切って思い切ってこれでいこうか。もうこれでいこう。よし、もうこれでいいやろ。はい、はい、もしもし。はい、どうでした。僕は結構結構斬新やと思うんですけど、はい、こちら、僕の名前は反応デカオで、僕は弟の反応大輔。これどうですか。まさかの同じ絵を使おうっていう、もう話にならない。やっぱ高畑裕太と高畑のお母さんの方が良かったですかね、これ。そういうわけじゃない。ああ、そうですか。いや、難しいっすさ、2コマ。え、スポンサーを取れるなら、あ、4コマに戻せる。お、マジっすか。え、てか4コマにスポンサーとかあるんすか。うん、はいはい、あ、さっきのホラーのやつに食いついてくれてるスポンサーがおる。え、どこっすか。ナイキ。え、ナイキってあのスポーツのあれ、あのナイキですよね。え、食いついてくれてるんすか。で、ナイキっぽさを入れろ。え、あれにですか。わかりました。ちょっと考えてみます。はい、すいません、ちょっと切ります。はい。え、ナイキっぽさって何。じゃあ、え、これはどうやろ。これあからさまか。これちょっとあからさまやな。もうちょっとさりげない方がええか。もうちょっとさりげないやつにしよう、さりげない。これは、これどうやろ。これでどうやろ。これは気づかんか。カツラの裏は気づかんか。なかなかそのカツラも出してないしな。なかなかもうこれ難しいな。どうしたらいいんやろな。よう電話かかってくるな。はい、もしもし。あー、はい、お世話になってます。はい、え、さらにスポンサーが増えた。え、どこですか。脳みそトロリミット。あ、知ってます、知ってます。あの、僕昔、はい、飲んでました。はい、ムッキムキになるやつですよね。はい、知ってます。はい、え、そこがスポンサーで、こんなセリフ回しどうかっていうのが送られてきてる。なかなか厚かましいですね、それ。あ、わかりました、ちょっと見ますわ。はい、このメールですね。はい、じゃあこれですか。はい、はい、僕の名前はデブデブオ。デブですか、こいつ。デブではないと思うんですけど、デブデブオ。はい、で、こちら、はい、いや、いや、怖いって。いや、トロリミットくんだじゃないですよ。もう、うわーってなりますよ、こんなん出てきて。なんか脳みそから溢れ出してますよ、なんかぐじゅぐじゅなってますよ、生えたかってるし。ほいで、その後が、ダイエットに効くサプリ知らない。こいつ結構平常心ですね。はい、
最後これ、はい、トロリミットでムキムキ、あ、それ買おう。ちょっと宣伝すぎませんこれ。これ俺の4コマの良さ1個もないんですけど、はい、これでいくんすか。いや分かりました、はい、まあいや出えへんよりは全然いいです、はい、分かりました。これにナイキとプーマ、え、プーマもスポンサーついてんすか。あーそう、プーマも入れるその要素、あー分かりました、はい、じゃあそれで、はい、送ります、はい、すいません失礼します。え、どういう状況これ、そんなにスポンサー来んの。もう分からん、もうどうしたらいいんか分からん、もうこれでいこう、もうダメ元や、はい、これ、はい、これでいいやろ、はい、何、もういい、はい、はい、もしもし、はい、何してくれてんねん、いや、何がなんですか、いやいや、ナイキ感出てるでしょ、これどうですか、これめっちゃナイキ感出てるでしょ。なんでダメなんすか、いいじゃないですか。ナイキめっちゃ怒ってる、マジですか。で、プーマ感はどこ行った。いや、プーマ感、ほら、3枚目のほら、トロリミってくんの頭、これ見てください、これ、ほらうっすらプーマなってるでしょ、これ渋いたやつがほら、なってるじゃないですか。スポンサーみんな怒って帰った、なんなんすか、マジで、それ言いたい放題やりすぎですよ。もうスポンサーもおらんくなったから、俺もう1コマだけ、1コマ、それただの絵じゃないですか、それ1コマって何書けばいいですか。やりたいことって何ですか、もう好きなこと書いたらええって適当なこと言うて。分かりました、もうやりたいことね、やりたいこと書けばいいんでしょ、分かりました、はいはいはい、失礼します。やりたいこと書けばいいんやろ、はいよ、あーくそ、こんな仕事やめたら。寒っ。